皆さんこんにちは。新世界の言語をと申します。よろしくお願いします。大家好，我是新世界唱学网的严世良老师。今天我们来做新编日语教程第四册第三课的练习。我们首先来看一下仿造例句改写句子的练习。首先，例一，他给的题目是アメリカやめ。之后呢，给的是磯崎ができた。然后呢，他把这两部分合成了アメリカ。雨は やむ、啊、再说一層那么从这个例子，大家也可以看出来，这道题目它所考察就是 docuroka 这个句型的用法。那么 docuroka 它表示什么意思呢？我们讲它就是一个否定的一个句型，它把前面的 yamu 这个内容进行否定。那么往往是不要说是前项这个情况了，根本就是与其相反的后项啊，这样的含义会比较多一点。 当然，我们也讲过，它也有可能前后有个程度上的一个差距。那么前面程度高，后面程度低，它可以表示不要说前项程度高的了，啊，甚至连后项程度低的都做不到啊这样的含义。那么不管怎么样，多クロ卡它是一个否定含义的句型，大家记住了。我们来看一下下面第一句，前面给的是水着给大家不要给我闹る。后面给的是ますます悪化した。那么先请各位同学自己思考一下，用多クロ卡应该怎么来说呢？ 次の答えは、病気は治るどころか、ますます悪化した。では、すぐに接受す手術を受けたが、病気は治るどころか、ますぐまに越越恶化して、はいます。次2番第2話、ダイエットのため、ジムに考え始めたが、痩せる。 这是前好後なは、是食欲が増して太ってしまった。那么心肺 <music> がは何をしてるダイエットのためジムに通い始めたが、痩せるどころか。 早急が増して太ってしまった。ず大体、ダイエットのため、ジムに通い始めたが、痩せるどころか、早急行きが増して太ってしまった。要するに、私は健康房を健康房を但是呢、不要说瘦了。了根本就是食欲越来越大反而更に胖了。好、来看一下下面第三题前面是最近仕事が忙しくて、休暇。 後面呢是ゆっくり食事をする時間もない。今日は、私たちは、最近、仕事が忙しくて、休暇どころか、ゆっくり食事をする時間もない。今日は、最近、 仕事が忙しくて、休果どころか、ゆっくり食事をする時間もない。表示、最近、工作非常忙、不要说休假了、根本就连好好的吃一杯飯的時間都没有。这样的语所以第一题他考察的就是否定、他に促進どころか的用法。来看一下第二题他给出的、提案是週末はに赤字をしたり、子供の世話をしたりする。

我们也讲过啊，表示在时间或者金钱或者精力上根本就谈不上，根本就没办法顾及去做这个事情的意思，对吧？那么在这里，多亏了对方他卡了的话，自然是它的过去式的表现啊。好，来看一下第一句，前面给的是 k i s a wa owa mega h i e i t a 后面是 Joging。那么，请各位同学思考一下，该如何来改写呢？ 那么正解は、大雨が降ってきて、ジョギングドロではなかった。再說一遍今朝は、大雨が降ってきて、ジョギングどころではなかった。今朝は、大雨が降ってきて、ジョギングどころではなかった。今天啊、今天早上呢下了大雨、所以根本就没办法去慢跑的意思第二問。前回は、近くの工事現場の騒音がうる下がっています。後は、夜、眠る。 チンコイホンギツギシェンメンシーシャ。チンタイ近くの工事現場の騒音がうるさくて夜眠るどころではない。近くの工事現場の騒音がうるさくて夜眠るどころではない。 表示这个附近的这个整个施工现场噪音太吵了，晚上根本就没法睡觉，的意思。好，看一下下面第三题，前面是休暇中、忙仕事を電話が頻繁にかかってきた，后面呢是ゆっくり休み。那么，几个同学自己思考一下，应该怎么说呢？ 今、まあ、がし休暇中も仕事の電話が頻繁にかかってきて、ゆっくり休むどころでお願いします。再度、休暇中も仕事の電話が頻繁にかかってきて、ゆっくり休むどころではなかったす。他表示、在休暇中啊、这个工作電話也不断的頻繁に打过来我根本就ます。法根本は不上好え休息それ第二、他考え是どころではない。ああ这个句 我们来看一下例三。例三前面是“彼は研究を続けた”，后面呢是“田中先生の指導”。于是呢，他把这句话改成了“彼は田中先生の指導の下で研究を続けた”。啊，在这边，“彼は田中先生の指導の下で研究を続けた”。那么显然，它所考察就是“の下”的啊这个句型用法，它表示在什么什么的。 影响范围之下，势力范围之下，在谁的指导之下、指示之下、命令之下去做某件事情，对吧？好，所以这句话例子的这句话，它表示他在田中老师指导之下呢，在不断的进行研究啊，这个含义。那么接下来，请各位同学用 model 这个句型，把、啊、一二三三句话来改写一下，来看一下第一句，前面是ヤマムラさんはそう r でら d a 后面呢是そうする。来思考一下，这句话应该怎么说呢？ 次に、山村さんは祖父母のもとで育てられた。ああ山,山村さんは祖父母のもと,のもとで育てられた。表示山村は祖父母のもとでた。看一下第二题前面は祖の身体で育て選手たちは厳しい練習を重ねてきた。後方は山田コーチ。

表示这个选手们啊，在山田教练的身边，在山田教练的指导之下呢，在进行反复的进行严格的训练，这个意思。好，第三题，前面是“親は子供を支配したりすることもある。褒めなし愛という那么，请各位同学思考一下，应该怎么说呢？ 最後に大体、親は愛という名のもとで、子供を支配したりすることもある。再说一遍。親は愛という名のもとで、子供を支配したりすることもある。他表示、父母は、有的に愛という名誉之下呢、た支配孩子去呃、指示孩子、そういう意味。最考察は、私はこの劇的に、来てくださ 下面例四，例四前面的给的是啊例句是そのしらせを聞いた母はきっと驚いた。之后呢，他把这整句话改成了そのしらせを聞いた母はきっと驚いたに違いない。那我再说一遍，そのしらせを聞いた母はきっと驚いたに違いない。那显然他所考察就是に違いない这个句型。那么除了に違いない之外，我们也讲过和它一模一样的句型叫做にそういない。 这两者都表示确定度很高的推测，一定是这样没错的。所以听到了那个通知的妈妈一定感到非常惊讶啊，这样的意思。我们来看一下下面三句话。第一句，那么该如何用你几个来来改写呢？各位同学自己先练习一下。 今日の答えは、あのバッグはブランド品だから、きっと高いに違いない。で遍。あのバッグはブランド品だから、きっと高いに違いない。表示、那个包啊、因为它是名牌商品、所以、一定很贵的は貴重那第二問題は、鈴木さんに聞けば本当のことを教えてくれる。では、那么也先生の話を見てみましょう。 次の問題は、鈴木さんに聞けば本当のことを教えてくれるに違いない。私は一遍。鈴木さんに聞けば本当のことを教えてくれるに違いない。表示只要するに、もし鈴木如果你聞け木的当のことを教えてくれるに違いない。要するに、もし私さんの落ち込んでいる様子を見ると、試合に、負けた。

看着中村这么失落的样子啊，那么他一定在比赛当中输了吧？所以这道题目考察的是判断确定度很高的推测的你，ジガナ这个句型。我们来看一下下面例五，前面给的是も o 一度生まれ変わる，后面是建築家になりたい。之后呢，他把这句话改成了もう一度生まれ変わるとしてたら建築家になりたい。 那再说一遍，mosto umare karito stara n t c u n a n i n a r dai。他所考察的是 to stara，当然除了 to stara 之外，我们讲还有 to s a r u t o 还有 to s a r i b a 啊，这三个形式是一样的。那么既可以前面跟假定的表现，也可以跟上既定的事实，但是不管是哪一种情况，他都表示如果怎么怎么的话，这个含义对吧？所以这个例句它就表示，如果能够重新再活一次的话呢，我想成为建筑家啊这样的含义。我们来看一下下面三道题目。 みんなで食事に行にる。後面は明日しかない。那么该如何用どうとしたら呢、なかしん。のむかい、だいが是みんなで食事に行にる、としたら、ししかない。あたし一遍。 明那天说给你 o d 如果要是大家能够一起去吃饭的话呢，那只有明天了啊，这个意思。好，再来看一下第二题，前面给的是 o d 后面是那么该如何来改写呢？大家先自己练习一下。 那么次の答え应该是、夏休みに日本へ旅行に行くとしたら、北海道がいいと思う。大体下一遍。夏休みに日本へ旅行に行くとしたら、北海道がいいと思う。如果你暑假要去日本旅行的话呢我觉得北海道比较好。好、再来看一下下面第三题。前面是、佐藤さんが協力してくれない。后面呢、 この仕事は期限までに完成できない。が如何,何しなかゆうか、<noise> なま、しん。し、佐藤さんが協力してくれないとしたら、この仕事は期限までに完成できない。あたは言う。 佐藤さんが協力してくれないとしたら、この仕事は期限までに完成できない。表示如果佐藤不来给我们协助的话呢，这个工作是没有办法在期限之前完成的。考察是 to したら这个句型用法。好，再来看一下例六。前面是例句是せんにぶそくがつとびにすながる，之后呢，他把它改成了。 睡眠不足が続くと病気につながる恐れがある。あ、再生一遍。睡眠不足が続くと病気につながる恐れがある。显然、他考察就是、有可能恐怕发生一件不好的事情的。恐れがある。这个句情。 那么它接在名词加 n o 或者动词原形后面啊，就相当于了动词的 masu na kanai 这形式，我们在之前的文法部分都讲解过。所以这句话它表示，如果一直这么睡眠不足的话呢，它有可能会引发什么疾病的。我们来看一下下面的题目，第一题。那么各位同学思考一下，该如何改成をするが的形式呢？ 那么答案が、連日の大雨で重大な災害が起こる恐れがある啊。再说一遍。連日の大雨で重大な災害が起こる恐れがある。要す由于年日の大雨、是有可能引发、发生重大的災害。第二問。答案は、今回の商品の売り上げは、えー、値上げは売り上げに影響を及ぼす。 该如何がしん今回の商品の値上げは、売上げに影響を及ぼす。恐れがある。あと、最後ん。今回の商品の値上げは、売上げに影響を及ぼす。恐れがある。 しかし、この商品の涨价は可能に销售額を受影響します。では、参考に第3問です。仕事が正確に評価,評価されないと社員はやる,気がやる気をなくしてしまう。那么どうなるか呢？那么し确答正確该答は、 仕事が正確に評価されないと、社員はやる気をなくしてしまう恐れがある。そし仕事が正確に評価されないと、3位はやる気をなくしてしまう恐れがある。そ如果工作没有被正確的评价的な、没有受到公平的评价的な、那么、员工们可能会失去干拒。そして、教科書目考察就是有可能发生一件不好的事情的、恐れがある。这个 好，那么今天课程呢，到这里就结束了。下一节课我们将继续来做第三课的练习。